パッションプレイは、イギリスのプログレッシブロックバンド、ジェス・ロタルが1973年に発表した6作目の、スタジオアルバム。全スタジオアルバム、ジェラルドの汚れなき世界に続く、コンセプトアルバムで、来世へ行った男の魂の旅をテーマとしている。本作は、イアン・アンダーソンが作った、シャトー・ディ・イザ・スターと呼ばれる作品の改作を含む、内容で、フランスで録音された。 シャトー・ディ・イザ・スターの未発表バージョンは、1993年発売の未発表音源集、ナイト・キャップ、アンリリース・ド・マスターズ1973年から1991年に収録された。なお、バンドの自作、ウォー・チャイルドに収録された、スケーティング・アウェイ、バングル・イン・ザ・ジャングル、オンリー・ソリテアといった曲も、シャトー・ディ・イザ・スターからの流用である。そして、 食料や機材など多くの問題が発生したため、バンドはフランスでのレコーディングセッションを中止して、ロンドンへ戻り、アメリカツアー開始まで17日しか残っていなかった状況で本作を録音した。メガネをなくしたのウサギの物語は、音楽とスポークンワードによる感想曲で、この曲に関して、クマのプーさんや、不思議の国のアリスからの影響も指摘されたが、バンド側はむしろ、 セルゲイ・プロコフィエフのピーターと狼に近いと説明している。オリジナル LP は A 面、B 面前編にわたりタイトル曲が収録され、A 面の最後と B 面の最初にメガネをなくしたのウサギの物語が挿入されていた。2003年発売のリマスター CD はアルバム本編にメガネをなくしたのウサギの物語の映像が追加されたエンハンスト仕様となり、 2014年発売のデラックスエディション版に収録されたスティーブン・ウィルソンによるニューミックスバージョンではタイトル曲が15トラックに分割された。リリース当時はメロディメーカーガミのレビューで告評され、スティーブン・ホールデンも1973年8月30日付のローリングストーン誌においてこのアルバムで好意的に捉えられる面は音楽自体の演奏だけ。 45分にわたる気の抜けた、つぶやきと非生産的な遊びと評した。ブルース・ウェダーは、オールミュージックにおいて5点満点中3点をつけ、ジェラルドの汚れなき世界とは大きく異なる上に、同作ほど成功していないと評している。アメリカでは、セールス的に成功を収め、ビルボード200では、自身2度目の1位獲得を果たし、1973年7月のうちに、 RIAA によってゴールドディスクに認定された。また、本作のエディットバージョンを収録したシングルはビルボードホット100で80位を記録。ノルウェーのアルバムチャートでは8週連続でトップ20入りし、うち3週にわたって5位を記録した。前衛アルバムチャートでは16位に終わり、デビュー以来初めてトップ10入りを逃す結果となった。 1973年9月に発売された日本書海版 LP の売り上げはジェラルドの汚れなき世界に及ばなかったがオリコン LP チャートでは自身最高の57位を記録した1973年のシカゴ公演1973年のアメリカツアーは本作のリリース前から始まり感想曲メガネをなくしたのうさぎの物語を映像として 上演する形で本作が完全再現されたが、ツアー中、イアン・アンダーソンはイングランドに戻り、残りの日程はキャンセルされた。ギタリストのマーティンバーによれば、これがジェスロ・タルシ上初の長期的な活動休止だったという。この件に関しては、メロディメーカーが見て本作が国評されたのが原因で、バンドが一度解散したと報じられたこともあるが、イアン・アンダーソンは後年、バンド側は、 詳しい事情を知らず、当時のマネージャーの独断だったと説明し、タルは一瞬誰りとも解散したことはないとコメントしている。メガネをなくしたのウサギの物語は、ヤン・アンダーソン、ジェフリー・ハモンド、ジョン・エヴァンの共作、その他のパートはアンダーソン作。 A 面パッションプレイ A パッションプレイ23時7分 B 面パッションプレイ A パッションプレイ22時4分アクトアイライフビーツプレルードライフビッツプレルード3時24分ザシルバーコードザシルバーコード4時28分リアシューリングチューンアシェアリングチューン1時11分アクト2メモリーバンクメモリーバンク4時20分ベストフレンズベストフレンズ1時56分 クリティックをプリッククリティックアブレイク4時35分、ホレストダンス1ホレストダンス11時34分メガネを、なくしたのウサギの物語ザ、ストーリーオブザヘアフーロストヒズスペクタケルズ4時10分アクト3、3ホレストダンス2ホレストダンス21時12分、ザフットオブアワーステアーズザフットオブアワーステアーズ5時8分、オーバーシーアオーバーチュアオーバーシアオーバーチュアー3時58分アクト、4、 フライトフロムルシファーフライトフロムルシフェル3時56分10.08トゥパディントン10時8分ツーパディントン1時4分マグスペルでメイガスペド3時53分エピローグエピローグ0時44分アディショナルミュージシャンありがとうございます